にちは、ヒロ内藤です。今回はね、これから始めるペンシルベート、シリーズの最終回、第3回目。これの話をしてみたいんですね。釣り場からしようかなとも迷ったんですけれども、今回の話はね、ちょっと細かくいろいろ説明するところも出てきちゃったりするものですから、おそらく僕がね、釣り場で釣りをしながら話していると、何かを忘れたり、何かをきれいにまとめられなかったりするんじゃないだろうかと心配になりましたので、スタジオからきれいに話をしてみたいと思うんです。ペンシルベートだけはね、実は、使い始めてからちゃんと釣果が出せるようになるまで、やっぱりね、一番時間がかかるルアーであることには間違いないと思うんですね。その最大の理由は、ビルティンアクションというルアーにもう組み込まれた。誰がやってもある程度同じような動きが簡単に出せるという機能がそれほど組み込まれていないからなんですね。使う側のアングラーのロッドワークのリズムだとか、振り幅、スピード、それによってもうルアーの動きがどんどん変わっていっちゃいますし、もうタックルの組み方一つ変えただけでもかなり変わっちゃうんですね。そんなこともありますので、最初はね、やっぱり馴染みづらいルアーになってしまっていると思うんです。だからこそ、僕がバスを釣るためには、もうゾーン、スピード、アクションという三大重要要素、この順番で大事なんですよって話をいつもさせていただいてるんですけれども、このスピードとアクションという部分が馴染んでいく段階で、逆にペンシルベートだけはアクション、スピードなんですね。で、なぜかっていうと、アクションが出せないとストライクがもう極端に作りづらくなるんです。だから最初、どうしてもルアーのアクション最低限、ドッグウォークと言われる左右にのらりくらりと動く動きが基本的に理解できないとペンシルベートはその先に進めないんです。もちろん、上手い人のドッグウォークと馴染みの薄い人、あまり慣れてない人のドッグウォークは見ていても全然動きが違うんですけれども、少なくとも上手い下手じゃなくて、左右にルアーが動くんですっていうことがまずできる段階まで持っていかなきゃいけないっていうのが、このルアーのネックでもあったんですね。まあそう難しいことでもありませんので、動かすということに関しては、このシリーズの第1回目、初回で説明させていただきました。もしもそこに不安を持たれている方は、ぜひもう一回、最初の回をご覧になってください。そして2回目では、そのスピードの変化、ここの話をさせていただきました。今回は、ものすごく細かいところ、ペンシルベートって、こんなことまで考えてるんですかっていうような細かい部分を少し説明してみたいと思うんですね。ですから今回話す話は、もう全ての人に必要というものではないかもしれません。でも、ペンシルベートにこだわって、これの釣りがやっぱ好きなんだ、これでストライクを意図的に作り出したいんだっていう方に関しては、今回のことを知っておくとね、自分の攻めの幅を大きく広げることができると思うんです。そこでまず、ペンシルベートの歴史、ここをね、少し遡って見てみたいと思うんですね。もうペンシルベートって言われると、もうね、絶対10中8区、ほぼ全員の頭をよぎるルアーの一つっていうのはザラスプークだと思うんです。ザラスプークそのものは、1930年代後半に発表されたルアーで、それの前身にザラゴッサというペンシルベートがあったんですね。だからその頃からもうペンシルベートとしてはカテゴリーがしっかりと出来上がってずっと使い続けられてきていたんです。ただし、1960年代後半ぐらいから始まったバスプロというトーナメントの世界。ここではね、ペンシルベートっていうルアーのタイプはトーナメント向きじゃないって考えてたアングラーが結構多かったんです。今だとね、考えられないんですけれども、当時はね、やっぱりランカー狙いにはいいけども、もう、数をちゃんとこう、バックリミットを釣り切っていったり、そういうことを考えるときに、他のルアーの方が早いよなっていう考え方の方が多かったぐらいだったんですね。そのイメージを大きく変えた出来事が、1974年に BSS、バスマスターで開催されたナショナルフェデレーションチャンピオンシップという、テーブルロック、アーカンサスとミズーリ州の間にある湖で行われたトーナメントだったんですね。なぜこのトーナメントがそれほど劇的な印象を残したかっていうと、チャーリー・キャンベルっていうアングラーがザラスプークでダントツの優勝を決めるんです。2位に入ってきたのが、後のバスマスタークラシックの優勝者にもなるウー・デイビスなんですけれども、チャーリー・キャンベルの優勝ウェイトが55ポンド、確かね、もう56ポンドに近いぐらいのウェイトを出していく中、2位のウー・デイビス、彼にね、17ポンドの差をつけて、ダントツの優勝だったんですね。で、その、キールアーじゃなくて、もうウィニングルアー。このルアー1本でやりましたっていうぐらい、ザラで釣り切ってっちゃったんですね。それで一気にザラスプーク、ペンシルベートという世界に、もうバスプロたちの目も行くんです。そこから、いや、ペンシルって強いんだっていうイメージがものすごく出来上がってきたと思うんですね。僕はチャーリー・キャンベルの釣りのスタイルを見ていて、やっぱりなぁと思っていたのは、彼が愛用しているザラスプーク用のロッドっていうのは5フィート半なんですね。5フィート半で、ラインはね、14から17ポンドっていうのが圧倒的に多かったと思うんですけれども、ともかく印象深かったのはね、ストローク幅を極力短く抑えてるんですね。だからどちらかというと、大きなスケーティングで左右にこうやってのらりくらりと動かし方じゃなくて、もうテーブルターンが少し横にスライドするぐらいのもう小刻みにこうターンを切っていく。あの動かしをすごく得意にしてたんですね。で、この辺はね、僕はタックルの組み方によっても大きく変わってきちゃうと思うんです。例えばパラボリックに近いロッドで、ゆっくりストローク幅を長めに取って操作すると、スケーティングの距離をこう伸ばすことができるんですね。で、これも楽しみの一つだと思うんです。チャーリー・キャンベルが攻めの釣りとしてものすごく得意としてたターンの数を増やす。こんなスタイルの釣りをしたいと思うんであれば、ショートロッドで先調子気味。これを持っておくと、非常にクイックなターンも切りやすいし、いろんな仕掛けがやりやすいんですね。チャーリー・キャンベルがザラスプークをものすごく有名にしたテクニックの一つに、ハーフステップっていうテクニックがあるんですね。それはザラがこうやって左右にのらりくらりと泳ぐときに、中心から右に行く、中心から左に行く、この距離はね、一緒なんですけれども、これをあえて片側だけ半分でターンを戻しちゃうんですね。またこっちへ戻ってくるときに半分でまたターンを戻しちゃうんです。そうすると、片方にどんどんこうやってルアーが寄ってっちゃうんですね。それで何ができるかっていうと、例えば切り株があるときに、切り株の横を通してくるっていうのは誰でもやるんですけれども、活性が高きゃそれでも間違いなく出るんです。でも、スレバスが多くなったり、活性がもうどうしても下がり始めると、それだけだと出ないことの方が多いんですね。そうすると、不規則なリズムの中から急なターンを切ったりとか、切り株に対してルアーをね、横に通してぶつけてくるんじゃなくて、裏側からぶつけてくるんですね。そうすると自分がいて、着水点があって、その延長線からあえてずらして奥に入れる技術を学ばなきゃいけないんです。それがチャーリー・キャンベルが得意としていたハーフステップというね、左へ曲げてって、切り株の後ろに入れてってしまうとか、もうね、ボートドックなんかもそうなんですけれども、もうドックにこう柱がこう立っていて、それが水の中に入ってるんですけれども、その横ギリギリを通してくることは、もうちょっと慣れた人なら誰でもできるんです。だけども、それで出ない場合に諦めてしまうんじゃなくて、今度はね、同じ着水点からルアーをどんどんボートドッグの下側に曲げていっちゃうんですね。で、当然柱がありますから、柱のところでルアーは引っ張られて柱を回り込んでまたそこから奥に入り始めるんです。そんなことをしながらルアーをもうドッグの下へ下へ送り込んでってやると、やっぱりものすごくね、ストライク率が上げやすくなるんですね。僕は日本に行った時に、もう霞ヶ浦、あそこでね、おかっぱりをやっていた時、例えばね、淀田浦だとか、ああいうところに釣りに行くと、護岸の下が、こう、ポコンってちょっと凹んで入ってるんですね。そうすると、もうおかっぱりで散歩をしながら、この護岸のところをずーっと引いてくるんですけれども、あえて少しずつこう中に入れてってあげると、やっぱりね、ストライク率が上げやすかったと思うんですね。そんな風な細かいテクニックっていうのをチャーリー・キャンベルはものすごく得意としてたんです。もう目の前にあるこのボートドッグ。まっすぐ投げて引いてくる場合と、それとハーフステップでどんどん寄せてって、ルアーをドッグの下に送り込んでいくのと、皆さんが自分の目で見ていて、どっちの方が釣れる確率が高いんだろうっていうのをイメージしたときに、答えはね、もう明白に出てくると思うんですね。それから、ザラっていうと、のらりくらりと左右に動くイメージがものすごくやっぱ強いんですけれども、こののらりくらりと動かす、この動きの幅のコントロールもそうなんですけれども、当然、行き着くところまで行ってターンを切って、ルアーが戻ってくるわけなんですけれども、その時のターンの切り方のスピードを変えてあげると、ルアーの側面で水を叩いて、バシャッと音を出すだけじゃなくてしぶきを上げたりとか、それとか、ストロークのスピードを調節してあげると、今度ね、ペコンって頭を下げようとした時に、そのまま引っ張ってあげると水の中に滑り込んでくるんですね。そうすると、水面で左右にこう動いていく中、食わないなーっていう時に、どっかで変化点としてのスコーンと水の中に入るアクションを一回入れてみたりとか、その水の中に入っていくのも、水の中に入ってってまたおとなしくこう上に浮上してくるやり方もあれば、ストロークのスピードとスラックラインをコントロールすると、もう水の中からね、もう空中にこう飛び出すような感じで、もうポコーンって水を突き上げるようなアクションを意図的に作り出すこともできるんですね。これは使えそうって思える、そんなアクションを自分のドッグウォークの中に組み込めるようなロッドワーク。これに慣れていくと僕は絶対的にいいと思うんですね。それと、これはザラ特有のことなんですけれども、ザラはスロートアイと言って、喉元にラインアイがついてるんですね。ラインを結ぶところがついてるんです。で、ザラを作るときのボディをこう、ホールドしていくために、テールとノーズに穴が開いてるんですね。このスロートアイっていう喉元についてるアイをひねって取っちゃって、そのヒートンを頭のてっぺんから空いてる穴に刺してねじ込んでいくんです。そうすると、ノーズアイ、もうてっぺんについてるラインを結ぶアイのザラができるんですね。そうするとこれ何が違うかっていうと、浮かせてみると、スロートアイとノーズアイだと、当然ながらラインアイの結び目がある位置が変わってきますんで、当然ながらノーズアイにしておいた方が、スポーンと引っ張った時に、ルアーのお辞儀をさせやすいんです。それがさせやすいということは、水の中へ潜り込ませるということがものすごくやりやすくなるのと、それと同時に、動きの幅。これはね、スロートアイにしておいた方が横に持ってきやすいんですね。ですから、どっちがいい悪いじゃなくて、自分のやりたいことにどっちを使った方がやりやすいかなんです。ノーズアイを自分で付け替えてしまうことによって、その辺の細かい変化も作り出すことができるんですね。それとザラをこだわって使っていこうとする人。チャーリー・キャンベルはね、ザラを使おうとする人に彼が出していたアドバイス。この中にね、LINE-I に直結するんじゃなくて、LINE-I にスプリットリンクをつけるか、スナップを使うといいよって言ってたんですね。そうすると、ザラが首を振りやすくなると。僕の場合は、スプリットリンクは使ってませんけれども、ザラの首振りのアクション側、こっち側を優先したい場合には、ループノット、これを使ってますし、ポコーンって潜らせたりっていうことをやるときには、あえてセンチノットって言って締め付けるノット、パラマーノットであったり、ブリンソンノットであったりっていう、そういうノットを使っていくんですね。結び方を変えるだけでも、かなり細かく変わってきますんで、皆さんが自分のイメージしているものを作り出すためには、どんなことをやると作り出しやすいんだろうっていうことを、皆さんの道具でいろいろやりながら試して、一番自分にとってやりやすい方法っていうのを探し出していくことが、僕はね、すごく大事だと思うんですね。特に透明度のいい水域で、風が、そよ風ぐらいで、さざ波ぐらいまでしか立っていない状況っていうのは、もうペンシルは圧倒的にその強さをもう発揮しますし、ともかくやっていて楽しい釣り方の一つであることには間違いないですよね。それと、もう僕個人これはね、絶対にお勧めしたいことなんですけれども、ペンシルベイトは狙う場所によっては、ダブルフックを活用すると、最高に面白いゲームができると思うんです。例えば、完全に水から出ちゃってる枝。ここの奥に広がるところ、絶対いそうなんだけどなーって言うと、やっぱ投げたくなるじゃないですか。投げて、そこまででかけて勝負したくなる。だけど、100% 根がかりすることが分かっていたら、やっぱり投げないんですよ。当然バスはちゃんとフッキングしてくれないと困るんだけれども、障害物に絡んで根がかりばっかりしちゃうとやっぱり釣りにならないと。そこをうまく抑えて、カバーがあるところで使いやすいザラの設定っていうのが、僕にとっては絶対ダブルフック仕様だと思ってるんですね。フロリダをはじめとして、カバーが多いところ。ここで釣りをするときにはね、間違いなくダブルフックを使ってきます。個人的な見解ですけれども、ダブルフックにしたことによって、理論上はフックアップ率は下がるんですね。でも僕にとって、だから釣れなかったっていう経験はもうほとんどないんですね。むしろ、ダブルフックにしといたからこそあのポイントに投げ込めたっていうことの方が僕には多いんです。ただし、ダブルフックを使う場合、カバーに入られることもある程度もう覚悟しておかないといけないと思うんです。そうすると何が一番大事かっていうと、対摩耗性なんですね。せっかくでかいバスをかけても、ラインが我慢をしてくれなかったら、触れないバスになっちゃうんです。そうするとやっぱり悔しいから、僕なんかも間違いなく20ポンドから25ポンドぐらいを使って、ヘビーカバーは勝負をかけてきますし、ダブルフックを。そんな時には確実に使ってきます。ペンシルベイトだけは他のルアーと違って、まず最初に動かし方をある程度馴染んだ上で、その上でスピードの調整ってどうしたらいいんだろうっていうのを考えていく必要があるんですね。最終的には、ようやくこう一応動かせるようになってスピードもだんだん分かってきたなっていう上で、今度は変化点を作る。そこに動きの変化であったり、もう音の変化であったり、様々な変化点を作ることを加えていくと、やっぱストライク率が急激に上がっていくし、面白さも倍増していくルアーだと僕は思います。皆さんもペンシルベートを使うときっていうのは一番大事なことは、まず自分の頭の中でどんな使い方をしたいんだっていうルアーの最終的な動きっていうものを頭の中でイメージをしておいて、自分の操るルアーがその動きを忠実に出し切れているかどうか、そこを自分の評価をしていきながら、自分のイメージ通りの動かしになっていること、これをね、確認していくと、自信を持って自分の攻めのスタイルを決めていくことができると思うんです。このぐらいのスピードでこんな風に引いてたら釣れちゃったからこれでいいやーつってそれを漠然とやって待つのではなくて、やっぱりポイントを見たときに、あそこのポイントだったらあの位置に投げ込んだところから最初のうちは左に寄せてこうとか、それから右に寄せてった方がストライク率が上がるかなとかね。あの辺で動きの変化をつけて急なターンを切ってあげようとか、あそこで音を出してあげようとか、あそこのパッドの横まで引いてきたら、ルアーを一回水に潜らした後に、スコーンって頭を水から飛び出してくるようなルアーのアクション。これをね、一回入れてやろうとかね。自分の中で、どの位置に来た時にどんな動かしに変えてあげようっていう変化点を作ることをどんどんイメージしていくと、ペンシルの釣りってものすごく面白くなるんですね。そんな中から、でかいバスをかけた時っていうのは、その思い出。それがね、もう生涯の宝物になると言ってもね、過言じゃないと僕は思います。皆さんも果敢に攻めて、そして作り出したストライク。そこから生まれる思い出。これをね、ぜひ作り出してみてください。それじゃまたね。